山は積み方によらず同じ体積を持つ。カバリエリの原理は面積や体積に関する一般的な法則の一つである。カバリエリの定理、不可分の方法とも言う。例えば体積についてのカバリエリの原理とは、大まかには切り口の面積が常に等しい二つの立体の体積は等しいという主張である。カバリエリは17世紀のイタリアの数学者。 カバリエリの原理の主張は次の通りである。これより直ちに次の事実も導かれる。二つの立体の切り口は面積が等しい。水体の体積が柱体の体積の1、3であることを知っていれば、カバリエリの原理より玉の体積を求めることができる。図のように半径 R の半球 A 及び半径 R の円が底面で高さ R の円柱から、 円錐をくり抜いた立体 B を考える。この時、高さ C における A の切り口と B の切り口の面積は等しい。実際、A の切り口はピタゴラスの定理より半径が R2C2 の平方根である円であるから、その面積は π であり、B の切り口は半径 R の円から半径 C の円を除いたものであるから、やはり面積は π である。よって、 カバリエリの原理より A の体積と B の体積は等しい。B の体積は πR3πR33 であるから半径 R の玉の体積はその2倍で 4πR33 と求まる。ひとたび、ある水体の体積が底面積と高さの積の1、3であることを示せたならば、カバリエリの原理により底面の形がどんな水体の体積もそうであることが従う。 一つの水体について、これを確かめるには、例えば立方体をその中心から切り分けて6つの合同な四角水にできることを用いればよい。微分析文学が発展する以前の1635年に、カバリエリが著書ヘイメトリアインディビザベラブースカンティンラムノバクワダム、ラジオーニプリモッタにより、原理を発表した。カバリエリの発想は、 平面図形は無数の線分からなり、立体は無数の面からなるというもので、この線分や面を不可分者と呼んだ。カバリエリは遅くとも1629年までには原理を発見し、これを用いて様々な図形の面積や体積を求めている。アルキメデスの方法を発展させたもので、ケプラーの考えも取り入れており、歴史的にカバリエリは、ケプラーと共に、 近代旧跡法の先駆けと位置づけられる。ありがとうございます。